ブラドック将軍、エドワード・ブラドックは、イギリス軍の将軍であり、フレンチ・インディアン戦争の開始時点で、北米方面軍の最高司令官であった。ペンシルベニア西部にあったフランス軍の砦を攻略するために、ブラドック遠征隊を率いたが、モノンガヘラの戦いで大敗し、戦死した。ブラドックは、 1695年頃スコットランドで、エドワード・ブラドック少将の息子として生まれた。ブラドックの軍歴は1710年に、コールドストリームガーズで始まった。1747年、連隊長代理として、オラニエコー・ウィレム4世の下で、オランダのベルゲン・オプゾームの包囲戦に加わった。1753年、第14不評連隊連隊。 現在は統合されて、ヨークシャー連隊第一大隊の連隊長となり、1754年少々に昇進した。ブラドックは、アメリカのフレンチ・インディアン戦争における、指揮官となり、イギリス軍政機兵2個連隊を率いて1755年2月19日、バージニアに上陸した。4月14日、ブラドックは、アレクサンドリア委員会で、 植民地の知事たちと会見し、フランスに対して攻勢をかけるよう説得された。ブラドックは全軍を4つに分けて攻撃を仕掛ける作戦を立てた。マサチューセッツのウィリアム・シャーリー知事がナイアガラトリデを攻める、ウィリアム・ジョンソン将軍がクラウン・ポイント、同王、ロバート・モンクトン大佐がファンデュアンのボーセジュールトリデを、ブラドック自身はオハイオ川のフォークスにある、 デュケーン取り出を攻めるというものだった。ブラドックは管理上の混乱や物資の調達に煩わされて1ヶ月余りを費やし、エリーすぐった部隊を連れて出発した。この部隊には、遠征地域に詳しい志願士官として、当時23歳のジョージ・ワシントンも加わっていた。ブラドックは、まだ、フランス軍と同盟していない、インディアンの種族から徴兵しようとしたが、 ほとんど不成功に終わり、石膏として8名の民ゴ族の身を雇った。その地域のインディアン、特に有名なデラウェア族のシンガス州長は中立のままであった。ヨーロッパの二大強国に挟まれて、インディアンたちは敗者につくわけにはいかなかった。ブラドックが成功するか否かが、その選択を左右することになった。 ブラドックの遠征路1755年5月29日、メリーランドのカンバーランドトリデを出発した遠征隊は、兵坦上の困難さに直面することになった。大舞台で移動することに伴う装備、食料、それに遠征の目的にとって、最も大切な大砲を運びながら、深い森に覆われたアレゲニー山脈や、 ペンシルベニア西部の地を抜けて約110マイルの行程を進まねばならなかった。ペンシルベニア植民地議会の代表的存在だったベンジャミン・フランクリンはブラドック遠征隊のために馬車や物資を購入する手助けをした。ニューマ社の漁者の中には後にアメリカの歴史で伝説的人物となるダニエル・ブーンやダニエル・モーガンがいた。またイギリス軍の中には アメリカ独立戦争で敵味方に分かれて戦うことになるトマス・ゲージやチャールズ・リー、ホレー・ショ・ゲーツがいた。遠征隊の歩みは鈍かった。ブラドック道路と呼ばれる道を作っていたこともあって、1日に2マイルしか進まないこともあった。進路を早めるために、ブラドックは約1500名からなる急行部隊とトマス・ダンバー大佐に指揮を任せた市長部隊に分けた。 遠征隊は途上で、前年の夏に、ワシントンが、フランス軍に敗北を喫した、ネセシティ砦の後を通過した。行軍中に、フランス軍やインディアンの正体が現れることがあったが、小競り合いを交わした程度であった。一方、デュケーントリデのフランス軍中屯兵は、正規兵とカナダの民兵を合わせても、 約250名に過ぎず、鳥の外に同盟インディアン約640名が宿営していた。インディアンは、フランスとの付き合いが長い、様々な種族、オタワ族、オジブワ族、ポタワトミ族から集まっていた。フランス軍の指揮官は、インディアンの石膏隊から、イギリス軍が鳥を囲むために行軍してきているとの、情報を得、その鳥が、 イギリス軍の大砲にあってはとても持ちこたえられないと考え、先手を取ることに決めた。それはモノンガヘラ側を渡るイギリス軍を待ち伏せて奇襲をかけるというものであった。インディアンの戦士たちはそのような大部隊のイギリス軍に攻撃をかけることを初めは春秋にしていたが、フランス軍の指揮官がインディアンの戦いの服を身にまとい、戦いの化粧をして彼の指揮に従う。 よう、インディアンたちを説得した。ブラドック将軍の戦士ブラドック将軍の埋葬1755年7月9日、ブラドック遠征隊がデュケーントリデの南約9マイルの地点で抵抗もなくモノンガヘラ川を渡った。トマス・ゲージ中佐率いる先見隊が前進を始めると、突然にフランス・インディアン連合軍に出会った。フランス・インディアン連合軍は川に向かって、 急行している時であり、計画よりも遅れていて、待ち伏せをするには時期を失していた。ゲイジュの部隊と、フランスインディアン連合軍は、激しい乱戦に突入し、フランス軍の指揮官が戦死した。しかしその戦死によっても、フランスインディアン連合軍の指揮は衰えず、前進を続けた。今日、モノンガヘラの戦いとして知られる戦闘が始まった。 ブラドックの強力な部隊はほぼ1500名であり、対するフランス・インディアン連合軍は900名に満たなかった。最初の戦闘でゲージの先遣隊は後退した。狭い道のことでゲージ隊は銃声を聞いて急速に前進を開始したブラドックの主力部隊とぶつかることになった。軍全体の体系がバラバラとなり、カナダ民兵やインディアンが 道の両側の木陰や峡谷からイギリス兵を取り囲んで狙い撃ちを続けた。この時にフランス軍正規兵が道を前進しイギリス軍に圧力をかけていった。イギリス軍の士官たちは狭い道の上で隊列を立て直そうと努めていたが、ほとんど無駄な行動であり、隠れている敵に目標を与えるだけであった。大砲も使用されたが、そのような狭い戦場では、 効果がなかった。イギリス軍についてきていた、植民地民兵は逃亡するか反撃するかであった。この混乱の中で木陰から反撃していた民兵が、敵と間違われて、イギリス正規兵に銃撃されることもあった。3時間に及ぶ、激しい戦闘の後で、ブラドックは何度も、兵士を拳し続けたが右腕とはを打たれて、ついに倒れた。激しい抵抗もそこまでだった。 しかし、ワシントンは、指揮を取る立場にはいなかったにもかかわらず、その後の指揮を取って、撤退軍を組織し、戦場を離れることができた。このことで、モノンガヘラの英雄というあだ名がつき、後世につながる名声を得ることになった。日没までに残ったイギリス軍と植民地民兵は、自分たちの作ってきた道を通って撤退した。ブラドックは、ワシントンや、他の士官に、 戦場から担ぎ出されたが、戦闘の4日後7月13日に死んだ。ブラドックの遺体はグレートミードオーズの西、ネセシティ砦に埋葬された。ブラドックが埋められた場所は、道の真ん中であり、遺体が発見され冒涜されたりしないようにその上を、入ーマ者が転がされた。牧師も重傷を負っていたので、ワシントンが埋葬式を取り仕切った。 ブラドック遠征隊の戦闘に参加した約1460名のうち456名が戦死し、負傷者は421名に及んだ。士官が攻撃の目標にされたために被害が大きく、86名の士官のうち63名が戦死、または負傷となった。イギリス軍には駒遣いや料理女として50名ほどの女性も従っていたが、約半数が、 捕虜になるなど帰還したのは4名に過ぎなかった。250名のフランスカナダ兵は8名が戦士、4名が負傷、637名のインディアン戦士は15名が戦士、12名が負傷であった。市長隊を指揮していたダンバー大佐が残存部隊が戻ってきた時から指揮を取った。ダンバーは撤退前に物資や大砲の破壊を命じ、そこで 約150両の荷車を焼いた。皮肉なことに、この時点でもイギリス軍勢力は敵の数を上回っていたのだが、士気が落ち、組織も乱れていたので、それ以上任務を継続する気持ちはなかった。モノンガヘラの戦いにおけるブラドックの敗北は、その地域の住民にとって大事件となった。フランス軍と同盟インディアンたちは、オハイオ領土支配権の争奪において、 優勢となり、残忍な偏境戦争の激しさが増した。中立であろうとしていた、この地域のインディアンは中立を守ることが難しくなった。ペンシルベニアやバージニアの偏境に住む植民者は、職業的な軍隊の保護がない状態となり、防衛隊を急遽作り上げることになった。この偏境における闘争は1758年の、 フォーブス遠征隊の成功の結果として、フランス軍がデュケーントリデを放棄するまで続くことになった。1804年、ブラドックのものと思われる人骨が、グレートミードの西約1.5マイルの道路で、道路工事作業者により発見された。遺骨は調べられ再度埋められた。1913年に、大理石の石踏みが新しい墓地に建てられた。ブラドックが、 瀕死の重傷を負った戦場は、現在ブラドック長となっている。ブラドック遠征隊が、聖騎兵を要し、戦力もまさり、武器もあったにもかかわらず、核も惨めな敗北を喫したことについて、戦闘後すぐに議論が始まり、今日まで続いている。ブラドックを非難する者、その士官を非難する者、あるいは、イギリス聖騎兵や、植民地民兵を非難する者、 様々である。ワシントン自身は、ブラドックを擁護し、イギリス正規兵に落ち度があったとした。ブラドックの取った戦術も、議論の対象となっている。ブラドックは、昔からある、ヨーロッパ式の方法、すなわち兵士が肩と肩を突き合わせて一列に並び、一斉射撃を行うスタイルに固執したばかりに、 辺境での戦いには適合するはずもなく、多くの損失を被ったと考える一派がある。アメリカの植民地が辺境での戦いで学んだ、戦術は、兵士が物陰から個々に銃撃する、いわばインディアンのやり方であり、そのゆえに、上記の議論が成立する。少数意見ではあるが軍事部門の歴史家が指摘する、ところでは、ヨーロッパで使われる、集中砲火は、 適切に行われれば無敵であり、辺境での戦術の優秀性は、アメリカの神話であると反論している。この理論の提案者によれば、ブラドックの失敗は、辺境での戦術を使わなかったことではない。伝統的な軍事の原則を適正に使わず、特に長距離の偵察を行わなかったことに気すると、している。ベンジャミン・フランクリンは、ブラドック将軍の部隊のために、 ニウマ社とバンバを集めるのに協力を求める、韓国文を書いた。しかし漁車が逃亡し兵士たちも馬を外して乗って、逃げるなどしたため、ニウマ社は置き去りにされるか焼かれることになった。このためフランクリンは、ニウマ社の持ち主に責められ、かなりの賠償金を立て替えねならなくなった。彼は、ブラドックに狭い谷を抜けて行軍すると待ち伏せに会う。 可能性があり危険だと警告したが正規兵の力に自信を持つ将軍からは相手にされなかった。ザ・バトル・オブ・ザ・モノンガ・ヘラ。ワールド・デジタル・ライブラリー2013年8月4日閲覧。ワシントンがブラドック遠征隊でバージニア民兵を率いたという証言もあるが、これは正しくない。志願副官として、ワシントンは基本的に無給。 肩書きなしの相談役で従軍し、ほとんど県はなかったものの、内部の運営には深く関わった。モノンガヘラの戦いは待ち伏せと言われることもあるが、間違いである。両軍は予期しない場所と時間にぶつかり、海戦の形を取った。フランスインディアン連合軍の素早い反応が、ブラドック軍の多くの将兵に待ち伏せされたと、信じ込ませた。しかし、フランスの記録によれば、 フランス・インディアン連合軍は待ち伏せをするには遅きに、失しており、単に、イギリス軍を驚かせただけであるという。C.For example, Armstrong Starkey, s e u r o p e a n a n d n a t i v e American Warfare, 1675 1 8 1 5 t h i s a r g u m e n t is most r e century.Presented in g y Chet, S.Concurring the American Wilderness. ザトライアンフオブヨーロピアンオーフェアインザコロニアル、ノースウエスト、ユニバーシティオブマサチューセッツプレス、2003。ありがとうございます。